メットライフドームです。埼玉西武ライオンズ対東北楽天ゴールデンイーグルス、この試合の模様をお送りいたします。ライオンズの先発は右の今井、対するイーグルスの先発は左の辛島、この両投手の先発が発表されています。さあ、まもなく試合開始となります。右の今井登板です。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。まずは1回の表、トップバッターは茂木、第9投げた、決まってストライク。さあ次の投球、投げた、低めギリギリいっぱい、ストライク。もう追い込んでいます。投げた、変化球、空振り三振。今井3球で仕留めてみせました。背番号35、投げた、見送ってボール。第4球を投げました、縦のスライダー、空振り三振、2者連続三振。右バッターボックスには浅村、背番号3。さあ次の投球、投げました、高めボール球打った、スタンドに入りました、ファール。第3球を投げました、ボール。さあ4球目、ボール。さあ5球目、150キロ直球、空振り三振。三者連続三振になりました。先ほどのプレーです。今井連続三振で切り抜けています。ライオンズまずはゼロに抑えました。2回の表、2点を追いかけますイーグルスの攻撃。先頭バッターは指名打者ウィーラー、投げました、おっと当ててしまった、デッドボール。バッターは5番銀次、第9、カーバーストライク、タイミング合いません。初球空振りから、第2球、これも空振り、追い込んで投げました、152キロ直球、空振り三振。今井見事なピッチングです。背番号69、第9投げた、初球はストライク、第2球投げた、空振り、これで追い込みました。追い込んでから第3球を1球外した、ボール。次が4球目、投げた、アウトコース低め、外れてボール。投げた、外角低めいっぱい、見逃し三振。第2球投げた、決まった、ストライク。第3球を投げました、ストライク、タイミング合いません。第4球を投げました、打ちました、山川取った、山川一塁踏んでアウト、スリーアウトチェンジ、ランナー一塁に残塁です。2回の表が終わって2対0、ライオンズ2点リードは変わりません。3回の表、これからイーグルスの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは辰巳、投げました、空振り三振。右バッターボックスは9番、島。次は4球目、投げました、インローへ、変化球外れてボール。投げました、膝元、空振り三振、2者連続三振になりました。バッターはトップに帰って茂木、第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。外れました、フォアボールです。際どいところでしたがフォアボールです。投球これから4球目、152キロ直球、空振り三振。3回の表が終わって2対0、ライオンズ2点リードは変わりません。ゲームは中盤戦に入ります。この回のトップバッターは浅村、今日の第1打席はスイングアウト、投げた、アウトロー際どい球、ボール。投げた、3球目ストライク、追い込んで第4球を投げた、ストライク、空振り三振、2者連続三振。バッターは指名打者ウィーラー。さあ投球は5球目、投げた、外角低め、見逃し三振。バッターは5番銀次、第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。打った、一二塁歓迎、外崎ボールを取る、セカンドから一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。今井見事イーグルス打線を抑え切りました。4回の表が終わって3対0、ライオンズ3点リードは変わります。5回の表、これからイーグルスの攻撃に入ります。先頭バッターはブラッシュ、落ちるスライダー、外れた、フォアボール、いきなり歩かせてしまいました。さあ4球目、三振。左バッターボックスは辰巳、今日の第1打席はスイングアウト、投げた、5球目空振り。次は6球目、投げました、打った、ライト前進、
ライト掴みました。これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。キャッチャー第3球打った、取って、これで3アウト、チェンジ。さあリプレイです。最後はいい守りを見せてくれました。5回の表が終わって3対0、ライオンズ3点リードは変わりません。ゲームは後半に入ります。この回の先頭バッターは茂木、今日は三振とフォアボール。ストライク、いきなり153キロ、打ちました。一、二塁間への当たり、抜けた。茂木、いいバッティングを見せました。バッターは2番島内、ここまで2三振といいところがありません。投げました、外角低め、空振り三振。バッターは3番浅村、ここまで2三振といいところがありません。投げました、打ちました、ファールボール。第6球は空振り三振、バットアウト。2者連続三振になりました。バッターは DH のウィーラー、今日はデッドボールと三振。打ちました、1、2塁間のゴロ、1塁送球アウト、3アウト、チェンジ。1塁ランナー茂木残塁に終わりました。6回の表が終わって3対0、ライオンズ3点リードは変わりません。ゲームはいよいよ終盤戦に突入します。トップバッターは銀次、今日は三振とセカンドゴロ。投げました、外角低め、見送ってストライク。投げました、ボール。第4球を投げた、打った、当たり損ねはショートゴロ、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番ブラッシュ、今日は三振とフォアボール。第3球を投げた、サークル戦時はストライク。第4球を投げた、縦のスライダー、ボール。投げた、アウトロー、空振り三振。バッターは7番今井、今日はファーストゴロと三振。投げた、変化球、空振り三振。今井、見事なピッチングです。満員のメットライフドーム、ライオンズファンの願いが詰まった青いジェット風船が今舞い上がりました。8回の表、これからイーグルスの攻撃に入ります。先頭バッターは辰巳、今日は三振とライトフライ。投げました、打ちました、いい当たり、美優君、ライナー破った、センター前ヒット、クリーンヒットです。辰巳ナイスバッティングです。右バッターボックスは9番島、今日は三振とファーストライナー。投げました、縦のスライダー、空振り三振。打順は1番に帰って茂木、まずは一塁牽制、一塁タッチセーフ。第1球投げました、1球目ストレート空振り。さあ次の投球、ストライク、これで追い込みました。第3球を投げました、直球高めボール。第4球を投げました、打ちました、ライトへ行った、ヒット。茂木、いいバッティングを見せました。ピンチを広げてしまいました。さあバッテリー、ここは踏ん張りどころ。第4球を投げた、外角低め、直球は外れてボール。投げた、ボール。投げた、打ちました、1、2塁間、抜けた、ライトバックホーム、2塁ランナーホームイン。イーグルスようやく1点を返しました。今井、ここは踏ん張れませんでした。なんとかしのいでいきた。ライオンズ見事勝利です。さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。ご覧いただき